では5弦でもう一つのちょっと弦の巻き方ですね。まあ、どっちでもいいんですが、またここにピンをこう刺します。ギュッと押し込んで引っ張る。これ同じ工程ですね。そしてまた今度5弦に対してこのね、5弦に対して次4弦のここですね。ここで折る。これ一つ、そしてこの穴をまっすぐまっすぐこう上に向けておきます。そしてからこう刺します。で、この折った方が上に来るようにしますね。見えますでしょうか。折った方が上に来ました。したらこれをですね、内側に持っていきます。内側。そしてこの今張られる方ですね、こっち側の弦の下をこう内側から通すわけです。通します、通します。で、通したら今度この弦の上を上にこう返すわけですね。返します、グッと。そうすると巻いていった時に今折った部分をこうこの弦がこう巻き込んでいくわけですね。はい。ともどうでしょうか。こちらの巻いてる方、こちらを支えずに巻けますので非常に早いです。これマーチン推奨の巻き方らしいんですけども、僕はあんまりまあチューニングがいいとかそういう細かいことよりも早いっていうのでこの巻き方を使っていますが、またこうやってちゃんと左手を送りながらです。こう弦がねじれないようにねじれないようにこう監視しながら気をつけながらゆっくり巻いていってください。早いからして道具使ってパパッと巻くより少しずつ丁寧にこう送りながらね巻いた方が愛情がこもっていいかなと思います。そしてギリギリまでしたらポンとナットに乗せてあげてください。はい、これで完成ですね。したらそしたらここ切ります。この切り方ですが、多少こう分かりますでしょう。弦に余裕を持って切ります。そして弦に余裕を持って切ったら、今度この切った部分を半分からこうペンチで中に折ります。ごめんなさい、こういうふうに中に折るわけです。はい、折った後見えますでしょうかね。こんな風に、折っておきます。そうするとここら辺にこう当たった時にこうギュッと引っかかったりとかしませんので、それに人にちょっとぶつかった時なんかもこう安全ですので、こう折っていくのも一つのポイントですかね。はい、それではちょっと反対側のこの3弦いってみましょう。それでは3弦も、張り替えます。そして、また、こうギュッと外れるぐらいまで緩めたら必ずナットを外します。そして切るにしてもですね、ある程度こうネックにテンションがかかってないぐらいまで緩めたらこれをカットしてもいいです。いいですね。ピンって張ってる状態でバーンって切らないようにしてくださいね。たまに無造作に切ってる人いますけど、それも急にほら弦の張力がネックにかからなくなってしまいますので、緩めてから切るなら緩めてから切ってください。それと、こう先ほどみたいにピンが抜けない場合、こうかな弦をこう押し込んでみます。押し込んでみました。それでもこの弦が抜けない、そういう場合はですね、今ちょっと2弦取っておきましたが、2弦を取ってここから手を突っ込んでですね、下から押してあげるっていうのも一つの手です。ギュッと押してあげて、クッとこうこっちも引っ張ってあげて、せーのとこうウッてやるとこう抜けたりします。また道具を使って下からこう押してあげたり、こうね中からこう手を突っ込んで、ちょっと2弦だけ外しただけで手が痛かったんで一弦外してください。こう取れない場合は緊急事態ですので、そんな感じで弦を外して穴から手を突っ込んで下から押してあげてくださいね。それでは3弦張ってみますね。はい、それでは3弦のピンをつけて今こうブランとしている状態です。そしたらここがですね、今度3弦に巻く場合上にピンがないんですよ。なんで上にピンがないので、このヘッドのだいたいこの上ぐらいですね、ここで折っちゃってください。必ずこう90度に折れた状態作ります。そして穴がちゃんとこの弦の方向に向いてまっすぐ上を向いている状態にしたら刺します。はい、刺します。そして先ほどのマーチン巻き、あれがですねこっち側と反対なのでちょっとやってみます。内側に折ります。そして今から張る弦の下を通します。いいですね、下を通します。はい、通したら外側から今度上にグッと折り込みます。
ギュッと。その時にこのこちらの弦もキュッと反対側に引っ張ってあげるといいと思います。そしたら巻いていきます。ちょっと自然に巻いていくと反対だ。巻いていくと今折ったところをこう折り込んでいきますので巻き込んでいきますので、はい、よろしいでしょうか。そしたら必ずこうね、ねじれないようにこう送っていくわけです。これも同じです。はい、このようにですね、2弦も1弦も巻いてみてください。そしたら完成です。大体弦を張る基本、大事なのはねじれないことですね。こういうふうにねじれないこと。そして、今から張る弦のこう1つ上ぐらいで折ることによって、毎回巻き数、自分が巻く巻き数が同じになるようにします。で、巻いた巻き数っていうのはですね、ここ見るとわかりますかね。大体2巻き半。1巻き半から2巻き半がベストとされてます。巻きすぎると良くないし、少なくても良くないです。どちらもチューニングが良くなくなったりします。ただですね、こう弦がベロベロだな、このギターのスケールが短くて弦がちょっと緩いななんて思うときは、わざと多めに巻いてですね、こう下にこう多く巻くことがあります。そうすると、ここからの角度がこう、ね、多く巻いたときの方が角度がつくわけです。ここからの角度がついた時の方が弦のテンションがかかるわけです。なのでちょっと鳴りが良くなったりとか弦が硬くなったりとかします。また少なく巻いてこの角度をつけないことによって弦が多少緩くなります。なんでまあほんの微妙ですけども、そんな特性もあるっていうことを、知っておいてください。一応このように新しい弦を全部巻き終えたら何をするかって、今度弦を軽く伸ばしてあげてください。このように上に引っ張って、真ん中辺を上に引っ張ってあげるのが一般的だと思います。まあ、あとは上下に振ってあげたり、するといいと思います。こうしないとですね、弦っていうのは多少伸びますので、それと僕はまあこの辺を押さえた時、この辺を押さえた時、この辺を適当にまあ軽くこういろんなとこ押さえながらこう軽く引っ張ってます。そしてまたチューニングします。今ちょっと実験してみますが、 A の音、ここでまた大体の A でチューニングしたら、ちょっと引っ張ってみます。この後の後ろも引っ張って、真ん中も引っ張ってみます。このように引っ張ります。はい、ギュッギュッとこう引っ張って、どれくらい落ちるかね、半音以上落ちてます。なので張りっぱなしでいきなり弾くと、それは弦はチューニング狂いますので、必ずこう引っ張ってチューニングして、引っ張ってチューニングして、でもう一回も確認で引っ張ってチューニングしてでしてください。弦というのは温度とかそういうことでもこうチューニング変わってしまうような繊細なもんですが、最初の段階はかなり伸びますので、必ずこう張ったら引っ張る。だけど僕は昔3弦思いっきり引っ張ってビッて来たことありますから、あんま思いっきり引っ張らないようにしてくださいね。それでこれで、全部引っ張ってチューニングしたら、弦交換の終了です。最初はちょっと時間かかって大変かもしれませんが、頑張ってみてください。